日本にいらっしゃる皆さん、私は、この教会、もう小さい時からずっと育ちで、育ってきたけれども、本当に、これは誠のイエス・キリストの教会であることを確かにしています。そして、小さい時からこの教会の教え、福音と言いますけれども、この福音を学び、家族の中で、当てはめることができたおかげで、本当に大きな幸せと喜びを感じてきました。で、2011年から2013年の間、私も専任宣教師として日本の福岡伝道部で働く機会がありました。そこで出会った皆さん、教会員の皆さん、また街などで出会った友達の方々に本当に感謝しています。本当に素晴らしい思い出になっています。時々私たちはいろいろ難しい試練なのに迎えますけれども、いつも神様が私たちのことを見守ってくださっていて、私たちのためにいろいろな経験を与えてくださっていることを確かにしています。試練も私たちのためであれということをしています。私たちがそういう試練の中で諦めずに、主に向かって謙遜にへり下って、彼の贖いから来る力を求めれば、私たちが必ず慰めを受け、強められます。試練を耐える力も与えられます。そして私たちが毎日感謝の心を持って生きることができるとしています。本当にこの人生は素晴らしい機会と特権です。神様から最も賜物の一つであるということをしています。この人生は短いかもしれないですけれども、この人生は終わりではないということもしています。この世が終わってから私たちは再び愛する家族や、私たちのことを最も愛しておられる天のお父様とイエス・キリストのもとへ戻ることができるということは確かであることを証しします。それを本当に日本にいる間、自分で感じ知ることができました。教会というもの、また宗教というものは、時々日本ではあまりいいニュアンスがではない時もありますけれども、このイエス・キリストの福音というものは本当に喜ばしいものです。誠の真理です。そして皆さんも知りたければ、私が日本で知ることができたように、皆さんもそう同じ確信を持てるようになります。そしてその確信を得た時に、人生は本当に変わります。本当に毎日平安を感じることができます。なぜこの地上にいるか、また何が大切なのか、そしてどうしたらもっと毎日神様の愛を感じることができるかを知ることができます。この地上はそのために今私たちは生きております。私たちが日々より良い人間になることが、神様が私たちに与えているチャレンジです。その方法は神様の言葉、聖典に含まれています。また今、神様の口として、代表者として召されている預言者の方から神様の御心を知ることができます。神様は確かに存在していて、私たちに現在にもたって私たちに話してくださっています。私たちを導いてくださっています。彼はあなたのことを決して忘れておりません。本当にあなたのことを愛しておられます。私のことも愛してくださっています。
なぜなら彼は完全な完璧なお方です。そして何よりも皆さんが彼の身元へ帰って、そしてこの地上にいる間彼と近づくことができることを望んでいます。彼はいつでも私たちを受け入れてくださいます。こだわしています。本当に私はこのイエス・キリストの福音に感謝しています。そしてこれを全てイエス・キリストの名を通して証しします。アメン。